後ろ攻めから1番根藤浩二と5番石川秀明、予選で連携した2人が動いていって、左手赤番ケージ、根藤が玉村を抑えて、小出と武田の近畿勢が乗っていく格好を7番阿部ルーブも乗り換え加減、小出が根藤を切りまして近畿勢の主導権で7番の阿部龍文がこの3番手。しかしすぐさま巻き返してくる中四国勢は2番玉村元気から4番森安正夫、この両者が出ました。そして7番の阿部龍文はもう一度中四国勢の3番手とスイッチ、後ろになった1番根藤浩二は逆襲のまくり返し、最終周回で石川とともに中四国勢を叩きました。スピードよくかましていった1番根藤浩二の主導権に代わり5番石川秀明が追走。あと3番手は2番玉村元気、前との距離を詰めにかかっています。近畿勢6番手からまくりを狙っている6番小出慎也ですが届きそうにないか。1番の根藤が先頭で石川秀明は突き果て、2番の玉村元気と内目からは4番森安も迫ってくる。先頭1番根藤浩二降臨、2着はカラクも5番石川秀明が残して